Amazon ギフトをいただきました。いつものハンドペーパーありがとうございます。 Amazon の箱のテープがね、クリスマス仕様のデザインになってます。季節感感じます。ちょっと閉めますね。今日結構気温が高いんですけど、遠くなのかわからないですね。煙の匂いが漂ってきちゃってます。明日かな明日から水抜きを開始します。水抜きってことは、断水です。水が出ない状態になります。こんな時間にもう煙ってるんで、外に出ることが自分でできないから、便利屋さんを頼むことにしました。去年から、非常なお金がかかるんだけど、1日おきに、水を開通するという手段をとって、3月までかな、その状況が続きます。水が毎日出ないって結構不便な生活なんですね。ちょっと声が出しにくい状態に今あります。喉が痛い。あと数日前に死んでしまうかもという状況にあって、このギフトが受け取れてよかったです。まあ何が起きたかはね、ちゃんとお話を後でしたいと思うんだけれど、もう上からも下からも出血するような状況になってしまって、よく生きてた、なんか体ってなんかこう命つないだ感じです。まあ今日割とその騒音が少なくてよかったな。まあ騒音によってね、頭がすごい痛くなってものすごい圧迫を感じるんですけど、頭の中の血管がプチって、多分どっかしら毛細血管切れちゃってるとは思いますが、大きな血管が切れそうな辛さがありました。もう現在皮下出血ちょっと起こしてたりもするし、体力がなかなか、限界な状態にありますが、まだね、自活できる体力があるんで、しぶとく生きてます。また生きてる限りギフトよかったら送ってください。いつも本当ありがとうございます。そして、本年も毎月に送ってくださってありがとうございました。もしかしたらこのビデオが公開されてるのはもう年明けになってるかもしれませんけども、またよろしくお願いします。